月はペットボトルを使ったトレーニングを行います。水の量を調節し、ご自身の無理のない範囲で行いましょう。今週は腕を鍛えます。1、2で曲げて、3、4で伸ばします。1、2、3、4、1、2、3、4。その場で歩きましょう。せーの。腕の動きをつけていきます。せーの。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。動きを止めます。次はテンポを上げて行います。1で肘を曲げ、2で伸ばします。1、2、1、2。その場で歩きましょう。せーの。腕の動きをつけていきます。せーの。胸を張り、腰は反らないように気をつけましょう。あと4回。4、3、2。動きを止めます。次は頭の後ろで1、2で伸ばし、3、4で曲げます。1、2、3、4。1、2、3、4。肩に力が入りすぎないように気をつけましょう。その場で歩きます。せーの。腕の動きをつけていきます。せーの。1、2、3、4。1、2、3、4。1、2、3、4。動きを止めます。次はテンポを上げて行います。1で伸ばし、2で曲げます。1、2、1、2。その場で歩きましょう。せーの。腕の動きをつけていきます。せーの。胸を張り、腰は反らないように気をつけましょう。あと4回。4、3、2。動きを止めます。お疲れ様でした。毎日少しずつ体を動かして、いつまでも元気な体づくりを目指しましょう。ぜひ時間を見つけて行ってみてください。